長逃走中、集まれ最強の逃走者たち。こんばんは、おはようございます。香川です。香川チャンネルへようこそ。超逃走中が0時からダウンロード開始されたので、ダウンロードしたら10分でダウンロード完了しました。ということで今回は超逃走中、集まれ最強の逃走者たち、いきなり噛んでしまったをやっていきます。ペンがない、ペン、あったあった。セーブが3つある。一番上にセーブデータを作るぞ。作成したキャラクターはローカル通信で相手に公開改変、第三者に転送される可能性があります。個人情報含めないでください。自分の顔を選ぶ。写真撮るのかな、嫌だな。危ない危ない、顔が映るところだった。ミニスタジオから選ぶ。香川さんは3つ作ってる。デイジー、デイジー、パチモンデイジー。お、女の子の顔だ。ちょ勘弁して。服装まで女の子になってる。いや、実はこのキャラクター女の子なんだけどさ、あれ登録数が押せない、丸ボタンしかない。決定。ファンタジー、アーサーと伝説の剣。急に始まった。ファンタジー、アーサーと伝説の剣しかないのか。ここは剣と魔法の世界。ある日お姫様がオードラゴンにさらわれてしまった。あれ、俺は逃走中を やってると思ったらファンタジーの世界だった。オードラゴンはストーンヘッジにある剣でなければ倒すことができない。城の大臣は剣を抜き、王となる者が現れるのを待っていた。伝説の剣を抜けばいいのか。ゼルダみたいなことをすればいいのかな。なんだ、目の前に。ハンター放出まであと30秒。30秒。後ろにお金がある。取れない。なんだこれは。何かアイテムを手に入れた。いや、せめてなんかやり方とか教えてよ。門を見張るのが。おー、そうなのか。10秒経った。9 8 7 6 5 4 3。落ちたのかと思った。伝説の剣がうんたらかんたら。いけないじゃないか。ハンターどっかにいるの。逃走エリアを拡大せよ。制限時間になるとハンターが放出される。されたんじゃないの。もうストーンヘッジの門を開き、逃走エリアを拡大せよ。はい。門番ブルーノの話を聞け。どこだ。門番はどこにいるんだ。門番この人か。門番です。門の開き方オイラ知ってるよ。2つの鏡で左の女神像に光を当てると門が開くよ。鏡、6枚の鏡。かけらを詰めて鏡を直せ。ハンター。他の逃走者がアイテムを手に入れた。他の逃走者がアイテムをセットした。どこに行ったんだ。他の逃走者がアイテムをセットした。あれ、もしかしてハンター来てる。ハンターに捕まってるぞ味方。あれ、なんか爆発した。間違えて X ボタン押したことだ。ジャンプとかないのかな。あ、こんなところにハンターいたわ。とりーす。あ、ハンターいた。ちょ、狙われてる。ハンターフィギュア獲得。ハンターフィギュア獲得。そんなことよりも逃げないと。ハンターに襲われてる気がするんだけど。あれ、俺どこに行けばいいんだ。鏡どこ。まず鏡を探すんだろ。
鏡のかけらとか言ってたけど、ポイントチェックポイントとか言って、かけらが見つからないぞ。また落ちてもた、落ちてもた。どこにかけらあるんだ、この中とか。こんなものはない。じゃあどこにあるんだろうか。門が開くよ。あった、ずっとここにあったのか。立てよ。フィギュアいっぱいもらえた。フィギュアいっぱいあるんだな、きっと。はい、着いた。鏡を集めたからといって鏡が再生するわけじゃないんだけどな。ゴゴゴゴゴゴゴ。開いた、開いたと思ったら誰か来た。あ、伝説の勇者が剣でも取りに来たの。伝説の台座から剣を引き抜くと手に向かって大きな光が立ち上り、画質荒いな。それを見ていた城の大臣が使いを向かわせ、男を城へと呼び寄せた。ひどいなこの画質、なんだこれ。ムービーの画質ひどいぞ。オードラゴン、エレン姫がオードラゴンにもうちょっとかっこいい名前にしてあげようよ。オードラゴンって、せめてエンシェントドラゴンとか。エンシェントって何でもかんでもエンシェントってつけたらいいんじゃないぞな。あデジモンとかエンシェントなんちゃらもんっていっぱいいるだろ。逃走エリアが拡大した。ミッションクリア、ミッションクリア。逃走、マムチスイッチが現れた。スイッチを押せばいいのか。ハンターが来ちゃう。ハンター来る、ハンター来る。スイッチ押したらいいな。また拡大。制限時間になるとハンターが放出される。森のエリアを解放し逃走エリアを拡大せよ。茨を燃やせ。はい、森の入り口へ向かえ。わかった、わかったから。なんかハンター目の前にいた。ひー怖いよ。チェックポイントどこ。こっちか。めっちゃバレてるんだけど、この人何やってんだろう。燃やせばいいのにね。町の鍛冶屋で松明を手に入れろ。まあそれはいいんだけど、俺めっちゃ狙われてるんだけど。助けて、ここ行けないとかなったらおしまいだぞ。大丈夫だった。ダッシュとかないのかな。ダッシュ、あれ×ボタンで方向しゃがむ。これで見渡せると。アイテムの使い方は、じゃあアイテムの使い方はどうするの。あった、横を押して。ジャンプはないんだな。 Y でマップ拡大縮小ができるわけか。こっちね、ハンターがいる気がする。他のプレイヤーが確保された、確保された。あ、間違えて、バグアイテム置きまくってる。あれ、水へ。カメラワークが悪いな、掘りに帰れないよ。そうなのか。鍛冶屋、珍しい曲だ。松明が不思議、薪を切らしててな。困っていたところだ。薪を釣ってこいと。城で薪を手に入れろ。はい、このところにバナナが。ハンターはいるぞ。ハンターいるけど気にしない。下画面にハンター出てないしな。もうちょっと上を見たい、上を見たいけど。上見させて。もうちょっと設定オプション、
マップチェックポイント、前を見る、しゃがむ、周りを見る、移動、マップの大きさ、はい、もうちょっと上を見たいっていうのはないのか。もうちょっと、あった、薪あった、薪を切りすぎた。もらっていいですかとか言わなくていいのかな、言わなくていいんだな、きっと。バレた、バレてる、バレてるけど、どこにいるんだ、全然見当たらないぞ、全然周り見渡せないじゃないか。こけない、自分ではこけないのか。はい、持ってきたよ、マーキー助かったぜ。松明やるよ、松明で森の入り口を開けろ。はい、くそ、カメラワークが悪すぎるんじゃ、カメラワークつらいんじゃ、どこにいるかも分かんないからな。ハンターマーク出てるけど、どこにいるか分からないし。直して、何が？バツボタン？アイテムを選んで。バツで前抜けるけど、俺なんでこんなとこ行ってんだ？こっちこっち。こっちこっち。来たでー。何やってんだ？くそー！燃やす。ボッ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 。燃えた。逃走エリアが拡大した。拡大したけど、拡大したけど前にもハンターがいる気がするんだけど。魔導者どこ？知らん。ハンター放出を阻止せよ。阻止せよ。制限時間になると。泉の底に設置したハンターボックスからハンターが放出される。時間内に枯れた泉の水を満たし、ハンター放出を阻止せよ。こういっぱいいって 1,2,3,4,5,6 水の精の話を聞け。はい、まあ、行きます。その前にハンターがいたりして、下画面とかも見とかないと。カメラワークが悪すぎ、もうちょっと前を見たい。君のせい来た、君のせい来たよ。評価できないんです。もうすぐ仕組みします。聖なるグラスを探してくるよ。わかった。あれ、俺が話しに行ったと思った。町娘モニカに会え、モニカへ会え。今ハンターフィギュア獲得、ハンターフィギュア。モニカどこ、ハンター放出。こいつか、なくなったみたい。町の井戸の水が溢れている。町の井戸に、町の井戸へ向かえ、向かいます。アイテムがもう持てない。ハンターマークとか出ないからな。ダッシュしたい。あ、すごい溢れてる、溢れているよ。クソクソクソばっかりじゃないか。困っとるんじゃ。釣り竿が、釣り竿を手に入れろ。はい、なんかまだこれハンターがいたよ。気のせいだ。ハンターにはきっと目がついてないんだ。くそー、コインが足りない。コイン20枚、コイン54枚取ってる。井戸の番人に釣り竿を届けろ。何者？俺物でした。ハンターがいる、ハンターいるけど目がついてないんだこいつは。釣り竿を使おう。持ってきたよ、釣り上げるのじゃ。お前が釣るのかよ。
俺にさせろよ。おい、釣ってないじゃないか。くねくねしただけで水が消えた。これどうぞ。聖なるグラスを水の精に届けろ。届けろ。お、勇者様が一緒に走ってる。勇者様、でもそこ右にハンターおるよ。なんでそっちから行くの？こっちから行った方がいいよ。なんだ？おい、ちょっと来てくれ。なんだ？二人だ。二人探してこいと。さあ早く。ありがとう。復活できます。そしてこのムービーの汚さ。水の精が聖なるグラスを枯れた泉に投げ込むと、なんでこんなに画質悪いんだ。泉が3D モードにしたら、 3D モードにしたらやばい。目が腐ってしまうのが痛い。光が集まり聖剣となった。シャキーン。それでハンター切ってくれない。アーサーは足早にドラゴンの谷へと向かい、入り口を塞いでいた岩を切り崩すと、岩を切り崩したのか。ハンター放出が阻止された。阻止された。クリア。阻止されたけど、もうちょっとこれ、お、下押したら前を見るようになった。やった。賞金ボーナスを獲得せよ。オードラゴンの巣に賞金ボーナスの入った宝箱を設置した。オードラゴンを倒し賞金ボーナスを獲得せよ。はい、オードラゴンの巣に向かえ。向かいます。でも森のなんとかと書いて、なんか二人探してこいとか言ってた気がする。この人？この人じゃないな。他人にいるような、わからないから適当でいいか。同じような服装の人ってこの人か。泉が復活。適当にそれらしき人を探せばいいとか言ってたけど、どこにいるんだ姉様は。この人？美しいね。違う。いいや、もうよくわからないからほっといて行こう。他のプレイヤーが確保された。今だ邪魔ですね。一人捕まえた。もう一人どっかにいるのかな。ハンターはいる気がする。どこにハンターいたんだ。他のプレイヤーが確保された。どこで。見つかってるみたいだけど、どこにいるのかが全然わからない。僕はドラゴンが好きなんだな。あ、そこにいるのか。ハンター、ロックされたよ。ロックされたけど、チェックポイントに行くよ。あかんやつや、あかんやつや、終わったやつや。ゲームオーバー。次回の活躍に期待する。もう一度やろう。どうなんだ、最初からかな。マジか、ここからか。ハンター放出まであと30秒。マジで逃げろ。コンティニューとかなしなのか。じゃあアイテム使えばよかった。やっちまったな。さっさとクリアしよう。悲しくなった。ゲームが始まった。ハンターピピは獲得。またこれ一個ずつ同じことをしないとダメか。マジか。いい、マジか。しかも何もできない。逃走エリアを拡大せよ。制限時間になると
門番ブルーノの話を聞け。はい、話聞きます。ダッシュがこっちか、こっちだ、こっちだ。はいはいはい、スキップスキップ。かけらを集めて鏡を直せ。やばいな、すごく動いそうだ。他の逃走者がアイテムを手に入れた。他の逃走者がアイテムを手に入れた。すごく酔いそうだ。他の逃走者がアイテムをセットした。あ、もう着いた。スキップ。逃走エリアが拡大した。ミッションクリア。なんでみんなハンターの前で。ちょ助けて。ちょ助けて。逃走エリアを拡大せよ。拡大せよ。制限時間になると森の入り口へ向かえ。分かったけど。ハンターの敵は獲得。バレた。ダッシュ。これを最初から使っとけばよかったんだな。こんなことができるのね。鍛冶屋で松明を手に入れろ。引いてる。ぽい。こんなことができるのね。来たと思ったらまずはそういうことをすればいいんだな。5秒止まるってことなんかな。このゴーとか書いてるけど、なんだこのアイテムは。新しいわけのわからないアイテムが。城で薪を手に入れろ。誰か捕まってる。どっから放出されるんだ。もういきなりやめるとかできないのかな。巻き置きするか。ガルスに巻きを届けろ。こっちはなんだ。王様か。それはどこじゃ。ドラゴソ。可愛い女の子が走ってる。あ、ハンターと戦ってる。来てるー。怖かったのー。また来てる。ちょ、来すぎだって。松明で森の入り口を開けろ。もう、なんで俺ばっかりなってるんだよ。ちょ。ここ開いてないの。開いてなかった。遠いな。アイテムがどんどん溜まっていく。ちょ。怖かった。間違えて X ボタンを押してしまう。あれ X でいいんじゃないか。さあ早く行こう。逃走エリアが拡大した。やばい。もうバナナがないよ。バナナがないからさっさと。魔導書はどこだ。魔導書探してあげたらいいのかな。放出を阻止せよ。阻止します。
制限時間になる。水の精の話を聞け。早く早く。誰かいなかった。いたような気がしたんだけど。水のせい。すべて水のせいだ。なんだこの、これは。町娘モニカに会え。ハンターフィギュア獲得。もうすぐ最初に追いつくぞ。モニカさん。町の井戸へ向かえ。井戸井戸。あれ、マップがおかしい。ハンターが出てしまう。お、あんなとこにあるじゃないか。ハンターフィギュア獲得。フィギュア獲得。もうない。放出。放出された。釣り竿を手に入れろ。お、これで門が開くのか。ここで開いたのか。ハンターがいるぞ。おお、目の前にいた。怖いよ。バナナ騎士様に渡せと。この人、クソクソ、コインが足りない。井戸の番人に釣り竿を届けろ。なんか二人もいるぞ。いないな。これは怖いな。ハンターの方が足が速いということが分かってしまったから。スキップ。聖なるグラスを水の精に届けろ。なんかアイテムが無駄に増えていく。このアイテムは何なんだろうか。使ってみるか。ちょっとな。爆弾が出た。しかもこれだって透明になるのか。透明の薬か。水のせい。もういいもういい。これ見た。放出が阻止された。ミッションクリア。どん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 先に進んで、やっと今からだ。確かこの辺に変なおっちゃんがいなかったか。俺が蘇ったわ。あ、ハンターが水浸しになってる。かわいそう。オードラゴンの巣に、ショック。オードラゴンの巣に向かえ。巣に向かいます。いたいた。2人。確かそこの岩田出てすぐのとこに、ん？なんかいた？じゃあ分かった。すぐのところにいた気がするんだけどな。こいつか。こいつ魔導、これも多分魔導書を探すっていうミッションがあるんだろうな、きっと。本当に見つかった？他のプレイヤーが確保された。かわいそう。ここに一人だろ。ここに一人だ。知ってるんだ。よし、ここに確かいたんだよな。ブルブル、どうしたんだ。どこだ。こっちか。いたいた。クソクソ。何か方向はないのか。弱点を知ってるかもしれない。スピドラゴンの話を聞け。スピドラゴン、どっか。こいつか。眠りの粉。
森の魔女に会え。そのとこまで行くんですか。上この辺ハンターいるだろう。あ、でもハンターマーク出てないから大丈夫か。ハンターマークが出たら一緒にして。他のプレイヤーが確保された。どんどん捕まっていってるじゃないか。ちょちょちょ、他のプレイヤーが確保された。赤いやつや、どんどん捕まっていってる。いろんな服があるんだな、きっと。あれ違うこと、こっちだ。この人か。何か用かい。眠りの粉の材料を3つ集めろ。3つ集めろ。すぐそこにあるのか。あ、向こうまで行けと。マジか、そんな遠くまで。ハンターはいるじゃないか。気のせいだ。まず1個目。他のプレイヤーが確保された。他のプレイヤーどんどん捕まっていってる。どこだどこだ。他のプレイヤーが確保された。ちょっと捕まえすぎじゃないか。プレイヤー大丈夫か。味方、味方ではないか。なんだこれ、ハンターのマネとかできるのかな。ちょっと使ってみようかな。他のプレイヤーが確保された。あそこにいた。上のやつ邪魔なんだけど。よかったわ。他のプレイヤーが確保された。見づらい。自首する。あ、この人か。ちょ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 、バッテンが押せなかった。次回の活躍に期待する。これクリアできない。ちょっと終わってみよう。トロフィーが追加された。ムービーが追加された。セーブしています。これ下手くそだな。まだ1個もクリアできてない。とりあえず今回はこれで終わろう。